Sí,厨房国家。 見た感じ清潔じゃないですけどね。まあでもこういう電話とか見ると相当古いでしょうね。ここ老舗やったのかな。数年後にはもうなくなってるとかも普通にあると思うんですね。 戻りましょう。一旦戻ろう。この缶古いな。サンフィルなんか知らんぞ。あ、ライトか。なんかチューブかと思った。話入ってんのかな。これ何服やな。作業員の服か。でさっきのあれがなんか無線機がとか事務室みたいです。事務室。階段がありますね。なぜかここ1階じゃなかったの。足がめっちゃ冷たい。さっきのでこれが入ったのかな。やっぱそうだ。冷たっ。ふわ冷て。邪魔をするべし。こんだけ氷が入ってました。102号室。 開かない。103号室。ここも開かないですが104号室は開いている。いいですね。開いてないとこと、もうすでに開いてるところがいますね。まだこの時間帯で来てるからあれですけど、やっぱ夜だと怖いよな。 なんせ心霊スポットとしてさえかれている場所ですからね。この辺にBB なんか BB 弾の山かな。佐賀県みたいなゴーグルもあったし、まだ下あるで。マジか。下どうなんですか。下からめっちゃ気になる。雪積もって誰なんかな。一回と勘違いしたから照明が。早く助けて。何が起きた。ここで開かないな。開かねえよ。ごめんよ、助けてなくて。一瞬来れるかと思った。戻りましょう。ここまでか。入れなかった。ここは固まってるわ。歪んでるんでしょうね、建物が。あっ、おお、大人数で泊まる場所でしょうか。やっぱこういうところが安いんでしょうね。一人の額が4分の1ぐらい減るんちゃうかな。クッション。じゃあベッドか。シングルベッド。なんか見えましたね、外。あれは何？あれはない。トイレ。あ、お風呂場。殿方大浴場行きましょう。ほうほうほう、まあまあまあ、まあ広いですね。うん。自販機がありましたけど、黒不気味すぎだろこれ。おお、カップヌードルや。熱湯3分で OK。 ここ暗いな、めっちゃほぼ真っ暗ですけど。あ、これ女性用の大浴場。電気室、電気室暗すぎる。これ夜じゃん、夜ですよこれ。第4倉庫。何これ、隠してあるけど、ただいま準備中ってことじゃん。マジかよ、地下のトイレはやだって。これさっきの裏ですよね。さっき準備中って書いてある。うん、なんかバーらしきとこにやってきました。アイスクリーム双葉。黒くてよう見えないな。とりあえず行って戻ろう。あかんわ、こんなとこあかんわ。何ここ、なんだいここ、何も書いてないし。全然わからへん。マジかよ、まだ下あるやん。あ、そっか、さっき「早く助けて」って書いてあるところが下か。こっちから下行けるのかな。これポンプ室か。マジかよ、まだ全然細かいな。ポンプ必要。でかいな。ナショナルセクショナルボイラーよ。うわ、勉強したやつよ。出てきた出てきた。ソフトフルですね、こんなもん絶対もうこの時代見られへんわと思ってた。セクショナルボイラーとか出てきた。おお、まだ続いてる。何この部屋。よくわかんねえな俺。電話機。これがさっきのところか。さっきあの早く助けてって書いてあった。これどうなってんのこれ。これなんかここしか行かねえじゃん。うわ、上怖いなこれ。上怖い。あら出てきちゃったよ。元に戻らなあかんな、ここ。同じところ。くそ、戻らなあかんのかよ、あれ。やだな、あれ。ここに戻んのかいな、また。ついてきて。心霊スポットって言われている。これの地下はやばいなこれ。大工倉庫って書いてある。そうか。あ、忘れた。一瞬階段ないと思った。階段隠れてた。上がるか。あ、すごい。さっきのところ。非常口。非常口来ました。辺り一面真っ白やでこれ。崩れてるな。屋上目指しましょうか。気が滅入るわ。屋上目指そう。屋上行って終わろう。ここ行けんのかな。ただ真っ暗な時あるな。なんでこんな暗い。よいしょ。これがめっちゃ気になる。うまいこと立ててあるな。なんかね、ここに舞台って書いてるんですよ。なんでしょうね。あれ、あ、ほんまや、舞台や。あ、うん、確かに舞台ですね。フリーダム。手なずのお札が。これ来ました、ね。ね、見渡す限り雪ですけども。疲れた。頂上、ここどこ？頂上どうやって行くのこれ？とりあえず上まで来ました。一か怖かった。一人はちょっと厳しいな、うん、謎の部屋があったりとかありましたけどね、うん、懐かしいボイラーまでありましたし。はい、ではね、次の俳句に行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。